皆さんこんにちは。我が魂の賛美シーズン2をご覧いただきありがとうございます。いよいよクリスマス本番近づいてきましたけれども、今日も素敵なゲストの方をお招きしております。アイアリーさんです。こんにちは。こんにちは。本当に素敵な歌声で、ありがとうございます。うっとりと聞いてしまいましたけれども、ありがとうございます。オリジナル曲を、はい、全部書かれているということで、はい、びっくりしたんですけれども、はい、どんな時に曲を書いたんでしょうか。そうですね、曲によって必ずテーマがありまして、今回はこういう人が主人公で、今回はこういう状況の時でっていうテーマをすごく細かく、思いつきが先で、その後細かくこう作っていくことが多いですね。じゃあ結構もう、はい、なんかドラマ仕立てみたいな。そうですね、はい。なんかそれはすごくユニークだなと思ったんですけれども、はい、そうですね、なんか自分の生活の中での、はい、そのこう日常の出来事だったりっていうものたちを、うん、曲にどんどん詰め込んでいきたいので、もっと共感できるような言葉をっていう風に探していつも書いてます。いいですね、はい。アイアリさんは、牧師家庭に育ったということで、はい、僕も一緒なので、あ、はいはい、なんか共感を覚えたんですけど。そうですね、ありがとうございます。はい、まあ、お父様が牧師先生ということで、はい、それが今の音楽になんか影響を与えたりしましたか。そうですね、やっぱり小さい頃からすごく教会で育ったようなものなので、うん、いつも日曜日になったらもう当たり前に教会に行って賛美歌を聞いて、なんか気づいたら自分でも口ずさんでいてみたいな、そういう流れの中でやっぱり音楽を好きになって、自分でも作って歌いたいなという気持ちになったと思います。で、専門に音楽を学びに、はい、なんか韓国に行かれたと。そうなんですよ、はい。これなんで韓国。それがですね、私も未だにわからないんですけど本当にわからないぐらい、すごい急に行くことになりまして、で高校3年生の時にたまたま遊びに行った韓国で、知り合いの人が学校見学しないかって言ってくれて、で見に行ったんですけど、そこの音楽担当の方がいらしたんですね。で彼となんか挨拶してみたらっていうところから、急に話が急激に進みまして、で急に歌ってみてくださいって言われてそれでその場で歌って、ちょっとじゃあ出ててくださいって言われて、お母さんとお話がありますって言ってじゃあもう、はい、結構もう見出された感じなんですね。そうですね、それでもうお母さんに韓国に送りませんかと、その先生が言ってくださったんですね。はい。じゃあでも神様のね、きっと計画の中で。そうですね、そうとしか思いようがないですねはい。そして韓国で学ばれて、でも思いは日本にあるっていうことで、そうですね、卒業後にすぐに帰って、はい、向こうでやっぱりオムニバスとか、はい、音楽のお仕事とかも誘ってくださってたんですけど、うんうん、そういうのを、まあ、ある程度学生の時にちょっとやらせていただいて、でやっぱりその後は韓国に残らないかっていう話はあったんですけど、うん、どうしてもやっぱり日本がビジョンなのでって言って、日本に帰って音楽をやりたいですっていうことで、うん、迷わず帰国しました。そうですか、はい、全然迷わず。そうですねやっぱり契約期間とかもすごく長かったので、ちょっとやっぱりそう考えると、あ、日本に何年間も帰れないのって思うとどうしてもやっぱり日本で先に始めたいっていう気持ちが強かったんですね。なので韓国はまたいつか機会ができたら行きたいなと思っています。そうですか、はい。今日本では、いろんなコンサートとかライブ活動をしていると思うんですけれども、はい、どういったところで。今はですね、新宿とか渋谷とかライブハウスを中心にやってまして、はい、であとは母教会で週末にゴスペルとかワーシップを賛美チームとしてもやっています。そうですか、はい。じゃあ教会でも奉仕されて。そうですね、で外でも活動して、はい、そうですね、はい、早稲田ですかね、ライブの時にサムエルが来た時にね、はいはいはい、僕もちょっと顔を出したんですけど、はい、すごいにぎわいでしたね。はい、ありがとうございます。あの時は本当に皆さんたくさん来ていただいて、もう本当に思い切って歌わせていただきましたね。はい、なんかすごく新鮮な感じがしました。教会以外の場所で、はい、でもすごくこうちゃんと証しをされて、そして
ね、はい、もう自然とたくさん若い人が、はい、そうですね、うん、やっぱりあのなんか場所ってあんまり関係ないと思うんですね、うん、それにこだわってどうしてもあのできることができないことになってしまうことが多いので、やっぱりそういうことを考えると場所よりもやっぱり自分の中心が大事かなって思って、うん、やっぱりいろんなところに飛び込んでいって、あの共通の言語で共感できる言葉で、うん、あの伝えたいなというのが一番強い気持ちですね、はい、でもそういうねタラントをもうすでに持ってるからこう出ていっても本当に、はい、素晴らしくこれから活躍できるんじゃないかな。できますかね祈ってくださいお願いします。早速、はい、2曲目と、はい、入っていただきたいんですけれども、はい、2曲目は何を歌っていただけますか。はい、題名はゼロたった一つという曲です。でこの曲を作ったきっかけはですね、あの震災後にやっぱりすごくショックを受けまして、うん、で本当になんかこう全部がなくなることってありえるんだっていうことをあの気づいて、で見返す自分の生活とか見返すことになったんですけれども、でその中で、震災後に3曲曲を書いたんですね、うん、でこれは何ヶ月か経って書いた曲なんですけど、じゃあ身近なところでどういうことが起こり得るかなっていうふうに思った時に、私も家族が病気したことがありまして、はい、なのでこの曲の主人公は中年のおじさんなんですけど、余命を告げられた中年のおじさんなんですね、はい、で彼が急に告げられて、あ、もう明日がないかもしれないっていう状況に陥った時に、自分の生活を見直したり妻のありがたみだったり、はい、町の本当にマラソン大会が今まではなんてことなかったのにすごく大切に思えたり、教会に日曜日歌ってることもすごく感謝することなんだなって思ったり、見つめ直して、で最後は結果的にはやっぱり生きる喜び、そして希望を持とうって決めて決意の曲なんですけど、それがやっぱり震災で感じた本当にショックや本当に失ったらどうしようっていうその不安から、でも結局はやっぱり希望を持ちたいっていうところまでを曲に一曲に入れて作った曲です、はい、楽しみにしてます。はい、ありがとうございます、はい、それでは2曲目ゼロたった一つどうぞお聴きください。突然終わると消えたら最後に何するかな、長年抱えていたものを一度全部下ろしてみる。
がとうございます。続いての曲はですね、クリスマスこの街にという曲になります。この曲を、作るにあたって、一番初めに思ったことは、クリスマスってすごくきらめいて、あのキラキラ、街中がクリスマスを祝ってて、ケーキ買わなくちゃ、プレゼント買わなくちゃってみんな慌ただしくしてる中で、どれぐらいの人が本当のクリスマスの意味を知って祝ってるんだろうなってふと思ったんですね。で、その気持ちをもとに、やっぱり家族と友達と一緒に過ごすだけでもとても楽しいけれど、本当の意味を知って祝えたらもっともっと幸せなんじゃないかなと思って、生誕の奇跡を伝えたいなと思って作った曲です。で、テーマはですね、あのコンビニ弁当とかを食べながら、あの自分にはクリスマス関係ないなって食べながらこう寂しく思ってる人っていると思うんですけれども、そういう人の、そういう人を主人公にして、書いてみました。クリスマスこの街にです。聴いてください。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。なんか本当に素敵なクリスマスソングですね。ありがとうございます。いや本当に
なんかドラマの主題歌ように用いられたらいいですね。嬉しいです。素敵な曲を、いつかじゃあ、ね、今後の、あやりさんの活動のそのビジョンみたいなものはありますか？はい、そうですね、先ほどもやっぱりお話ししたんですけど、日本がすごく好きで、うん、やっぱり昔から自分が育ってきた国なので、日本の若い人たちを中心にやっぱり福音を知らない方がすごくたくさんいると思うんですね、うんうん、で自分が生活してても周りにもすごくたくさんいるので、本当にその人たちに本当に伝わる言葉で、うんうん、伝わる曲で伝えていくことがこれからの夢というかビジョンですね。はい、本当にクリスマスのシーズンは特に本当に、まあ、気軽にというかね、クリスチャンじゃない方も教会に誘いやすいシーズンであるんですけれども、ね、やっぱりクリスマスコンサートとかされますか？あ、そうですね、去年とかはライブハウスで、はい、ワンマンライブをクリスマスちょっとディナーショーみたいな感じで、ご飯も出て、あやりの曲をたっぷり聴いてくださいっていう感じでやったんですけれども、はい、毎年母教会でもクリスマスのために、うん、コンサートを特別に普段の雰囲気とは違うキャンドルとかを使ってですね、やることもありますね。はい、クリスマスのなんか、思い出とか、思い出とかってありますか？そうですね、でも毎年やっぱり教会で過ごすのが定番だったので、うんうん、家族で特にどこにも行かずに、うん、教会でお昼礼拝して、で夜は一緒にご飯を食べて、うんうん、っていう感じですかね。はい、やっぱ日本のクリスマスっていうとどうしてもなんか友達とかね、恋人と過ごすみたいな感じですけど、そうですね、はい、やっぱり教会でそして家族で過ごすっていうのがいいですね。はい、幼い頃からなんかこうそれが毎年続いてたので、うん、教会のみんなとこう出し物をやったり、あとは家族と時間を過ごしたりっていうのが、うん、はい、毎年恒例です。ちなみにずっと初めから思ってたんですけど、はい、アイアリーっていう、はい、その名前っていうのはこれは、どういう由来というか、はい、ちょっと聞いていただきたかったんですけどすいません、はい、最後になっちゃっていえいえ、アイアリーは、はい、i.ary って書くんですけど、はい、大文字の i の中にはラブ、愛するの愛とかけてラブと、 あと私っていう意味がありまして、うん、でアリーの部分は何々と関係があるっていう意味なんですね。なのでその聴く人の生活のどこかで私の曲が関係していて、元気をもらったり一緒に悲しんだりまた喜んだりっていう感情を一緒に共有したいなと思って、その人に関わって私の愛のある曲を伝えたいなという意味が込められています。深いですね実は深いんです。でも簡単に覚えられる、一番簡単に覚えられる方法は愛がある、愛ありと覚えれば一番覚えやすいかと思います。いいですね、はい、ありがとうございます。なるほど、はい、やっぱ聞いてみるもんですね。でもなんかこう、よかったです、最後まで聞かれなかったらどうしよう。聞くのは失礼かなっていうかね。いえいえいえそんなこと知らないの、はい、みたいな。よかったです。本当に、そういう、こう愛のこもった、はい、その歌を伝えたいっていう、はい、そうですね、はい、なので愛がテーマの曲がすごくたくさんあります、うん、はい、曲作りをする上で、はい、なんかこう先ほどね、やっぱりその若い世代にその教会に行ってない人たちも分かるような言葉でっていうことをなんか意識していると思うんですけれども、はいはい、やっぱりそういうことを普段から意識してますか、言葉として？そうですね、まあ、そんなに意識はしてないんですけれども、うん、やっぱりなんていうかな、その自分に一番自然な言葉で相手にも伝えたいって思うので、うん、もちろんクリスチャンとしての会話もすごく大切で、うん、教会ではそういう深いシェアもしたりするんですけれども、やっぱり共有できるっていうことが何よりも音楽って共通っていうじゃないですか、うんうん、そういうのと一緒で歌詞もやっぱり一緒に感じ合える言葉で伝えられたら、うん、もっともっと身近に感じてもらえるんじゃないかなという気持ちから言葉選びはそういうふうにしてますね、
はい、あの去年出されたアルバムで、はい、お母さんに向けて書かれた、はい、ディアママ、はい、あれも言葉がね、はい、自然な、おかんって使ってますかね。おかんは使ってないです。おかんって使ってないですよ。なんかこう、でも母さん、母さん、はい、母さんと言ってますね。おかんじゃないですね。おかん、まあでも、ね、そっち寄りというか、うんうん、男性からお母さんに書いた曲なんですね、本当は、うんうん、なので私ももちろん女性としてお母さんに伝えるんですけれど、男性はやっぱり女性よりもありがとうとか、うん、いつも感謝してるよお母さんとかいう言葉をなかなか恥ずかしくて言えないじゃないですか。そういう男性がお母さんに感謝を持ったらどういう風に表現するかなって思って、代弁みたいな感じで私が書いた曲なんですね。はい、でもね、それくらいのね、インパクトがありました。あ、本当ですか。多分、母さんっていう響きの中に、はい、なんかドーンってね、すごくびっくりしたのを覚えてます。ありがとうございます。あ、でもそういう背景が、はい、こう聞くと、はい、もっとじっくり、そうですね、うん、聞きたくなりますね。はい、うん、やっぱりテーマがあると、私もすごく気持ちを入れやすいし、はい、聞く方もすごく一緒に同意してくれるんじゃないかなと、はい、なるほど、思って作ってます。ちなみに父の日のお父さんが歌ってこう、そうですね、それよく言われるんですけど父のソングはないんですかっていう、まあ、ディアババいつかじゃあ、はい、でも両親に一応どちらにも書いた曲なので、気持ち的に題名はディアママですけれども、お父さんにもいつも感謝してるよっていう気持ちはちゃんと込めて作ってます。僕一曲だけあるんですね、お父さんの歌っていうのが。今度シェアしますぜひお願いします。まあ、最後になるんですけど、出演者皆さんに聞いている、はい、ことで、まあ、賛美とは、はい、あやりさんにとって一言で言うと何ですか。はい、それがすっごく難しい、ね、質問だなって思ってるんですけど、はい、やっぱり賛美って、力がすごくあって、うん、自分自身がまず癒されるっていうのが第一と、あとは自分が作るっていう目線で見ると、やっぱり贈り物、プレゼントという感じなんですね、うんうん、なのですごく大切に大切に温めて、うん、この人には何あげようかなとか選ぶみたいに、すごく自分の気持ちや時間を費やしてギュッとこう一曲にしたものを聴く人にプレゼントできる特別な表現の方法だと思っております。素晴らしいですね、はい、このクリスマスにぴったりですね。そうですね、そうですね、考えてなかったけど、最高のプレゼントをね、はいはい、まあ、クリスマスにはプレゼントを、ね、お互いにしますけれども、はい、ぜひ賛美のプレゼントを、はい、皆さんに、そうですね、いろんな方々にお届けしたいと思ってます。はい、はい、本当に今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。CGN テレビをご覧の皆様、本当にいつもありがとうございます。今年は、23日が、日曜日ということで、この日に、クリスマス礼拝を行っているところが多いと思いますけれども、ぜひ皆さん、日曜日のですねクリスマス礼拝、ほとんどの教会は10時半ぐらいから礼拝を持っていると思いますけれども、足を運んで、そして共に、クリスマスのメッセージ、そして本当にイエス・キリストがこの地上に来てくださったことを本当に共にお祝いし、賛美を通してメッセージを通して、お祝いしていただければと思います。それでは、次週もまた、我が魂の賛美シーズン2でお会いしましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。